ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年8月23日、二次三次の剣持とうやメンバーが、二次三次の同僚2人に対し、発達障害と揶揄して炎上してから1年が経過しました。結局、この1年、剣持メンバー、並びに、二次三次運営からは、この件に関する何のアナウンスもありませんでした。もう、あれから1年経ったんか。早いな。結局無視し続けたわけだね。これで誰かが謝罪するたびに、剣持は謝らなかったのにどうしてって言われちゃうね。謝罪しないという判断、本当にそれで良かったかは、今後問われる機会が出てくるでしょうね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。